ピーチツリークリークの戦いは南北戦争のアトランタ方面作戦の一部として1864年7月20日にジョージア州フルトン軍で行われた戦闘である。この戦闘は北軍ウィリアム・シャーマン少将の軍隊として初めてアトランタ防衛軍にかけられた大きな攻撃だった。戦闘に参加した主力は北軍がジョージ・ヘンリー・トーマス少将の指揮する。 カンバーランド軍であり、南軍は、ジョンベルフッド中将の指揮するテネシー軍だった。フッドにとっては、テネシー軍指揮官として、最初の戦闘だった。南軍ジョセフ・ジョンストン将軍は、シャーマンの後軍から交代し、アトランタの真北にある、ピーチツリー・クリークを渡って撤退した。ジョンストンは、トーマス軍の一部がクリークを渡った時に攻撃をかける作戦を立てていた。 1864年7月17日、ジョンストンは、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスから、その指揮官を解任する手紙を受け取った。アメリカ連合国の政治的指導層は、北軍大部隊に対抗するジョンストンの攻撃性の、無差に不満であり、このために指揮官をフッドにすげ替えた。ジョンストンが慎重な戦術と人員を惜しむのとは、対照的に、フッドは、 攻撃的な戦術と戦場での勇敢さで評判だった。フッドが指揮官につき計画されていた犯行を実行に移した。7月9日、フッドはシャーマンがその軍隊を分割したことを知った。トーマスのカンバーランド軍はアトランタにまっすぐ向かっており、ジョン・マカリスター・スコフィールド少将のオハイオ軍と、ジェームズ・マクファーソン少将のテネシー軍は、 数マイル東に動いて、シャーマンの全体戦略である南軍の物資、補給線を遮断するために、東側の鉄道を破壊する、初期行動に移っていることは、明らかだった。トーマス軍は、ピーチツリークリークを数箇所で渡る必要があり、渡火するときと渡った直後に強壁を築き上げるまでの、間、脆弱になるはずだった。さらに南軍ウィリアム J ハーディ少将の軍団が、 攻撃すれば、北軍第四軍団に対して南軍にとって、この戦争では、稀な3対1という戦力差で戦うことができると、見込まれた。フッドは、トーマス軍を正方に追い出してしまえば、スコフィールドやマクファーソンの軍隊との距離が、さらに遠くなり、シャーマンはその軍隊をアトランタから離れて迂回せざるを、得なくなると期待した。この長所となる。 はずのものは南軍が、その開始陣地に遅れて到着した時に無償した。トーマス軍の大半はすでにクリークの南岸に渡り終えており、優位な立場で戦闘の準備をしていた。それでもフッドは、ピーチツリー通りに近い北軍左翼に正面攻撃をかけさせ、南軍は北軍の盾者を受ける状況に追い込まれた。ある時点で北軍の中央が後退させられたが、 最終的に持ちこたえ、南軍は日没とともに攻撃を中止せざるを得ず、その時までに戦いの焦点は2マイル西のハウェルズミル道路にまで移っていた。損失の総推計値は6506名であり、このうち北軍は1710名、南軍は4796名だった。多くの歴史家は南軍の特に、 フッドとハーディの戦術と実行を批判してきた。ジョンストンは防衛的な戦いを続けたが、すでにピーチツリークリークでの反撃を決心していた。実際にカンバーランド軍がピーチツリークリークを渡り始めた時に攻撃するという作戦はジョンストンのものであった。ケネソーさんの戦いから長く続いた後衛を守りながらの撤退はシャーマンが その優勢な部隊を使って常に大規模な回り込み行動を取ったことから理解できるものである。さらにジョンストンは多くの地域を失ってはきたが、シャーマン軍の勢力的優位を2対1から8対5まで縮めてきていた。ジョンストンを向こう水なフッドにすげ替えたのは実質的に戦いの前夜のことであり、一般に誤りだったと認識されてきた。 実際に、フッド自身、他の将軍たちと同様、デイビスに命令の撤回を求める電報を打っており、このような特別の時期に軍隊の指揮官を変えることは危険なことであると忠告していた。さらに、フッドの全体作戦はもっともらしく、見事なものですらあったが、部隊を編成し北軍が川を渡る前に配置できなかったこと。 ハーディがその舞台を使いこなせなかったこと、およびフッドが利点を失ったと分かっても攻撃を続行させる決断をしたことが重大で予測通りの敗北につながってしまった。この戦場跡は都市開発のために多くが失われてしまっている。タンヤードクリーク公園が戦闘の中心近くだった場所を占めており、いくつかの記念標識が置かれている。ピーチツリー戦場アベニューは、 この戦闘を記念したものである。ありがとうございます。